はい、皆さんこんにちは。全盲の YouTuber アナちゃんこと穴澤雄介です。本日は水曜日、面白福祉の時間です。さあ今日ですけれども、障害者の皆さん、青い鳥郵便はがきという制度をご存知ですか、というお話をしたいと思います。まあこれね、障害者の皆さんももちろんですけれども、健常者の方も、そういう制度があるんだ、じゃあ近くのね、障害者の誰々さんに教えてあげようとかね、皆さんも知っておいていただけたら嬉しいなと思いますが、はい、こちらです。青い鳥郵便はがき、じゃん。はい、これですね、日本郵便株式会社が毎年、まあ、4月とか5月の時期に行っている事業でして、障害者のこう、まあ、重度障害者が対象ですね。重度障害者の、まあ、福祉の認識をね、広く国民に知ってもらうためということで、行っている事業だそうなんですよ。はい。まあ重度障害者の人に郵便はがきをね、まあ、20枚ほど、無償で提供しますという制度なんです。はい。で、これは、はがきが何種類か選べるんですけど、まあ、インクジェットのものだったり、あと何だっけな、胡蝶蘭の絵柄のものとか選べたのかな。そう。で、その選べるはがきの中で、私が選んだのは、じゃん。こちら、一見すると普通のはがきのようなんですけれども、ね、普通のハガキに見えますよね。これ実は視覚障害者の対応になってまして、視覚障害者対応ってことでもなく、視覚障害者の方が使いやすいような仕様になってましてね。これここが切手のところでしょ。なんでアナちゃん分かったの。封筒になんか向きをもうあらかじめ覚えてるの。いえいえ、そうじゃないんです。これね、分かりますかね、このハガキのね、この左下のところにくぼみ、よく最近テレホンカードってあんま使わないけど、ああいうカードについてますよね、くぼみがね。あれ視覚障害者がカードの向き分かるようについてるくぼみなんですけど、このハガキにもこのようにね、この左下のところにくぼみがつけられているんですよ。でこのくぼみがあることによって、あ、ここが切手のところだな。あ、じゃあここに住所が書けるんだなとか。あと、全盲のね、人でも、展示でハガキを出そうって時に、あ、じゃあこういう風にセットして展示を打っていけばいいかとかって分かるように、人に聞かなくても分かるようにこのくぼみがついてる。ね。これなかなか画期的ですよね。画期的なんですけどね。若干私思うのは、これ別にこの、青い鳥郵便はがきという福祉はがきに関わらず、どのはがきももうこうしていいんじゃないのって思うのは私だけでしょうかね。とてもいいアイデアだと思うんですよ、このくぼみね。うん。でも普通のはがきもこうしていいんじゃないんですかね。普通のはがき、まあ、年賀はがきも含めてですけど、こうしたら困る理由は何かあるんでしょうか全部をこうしてもいいんじゃないかなとか思うんですけど。はい。まあ、それはともかく。こちらね、障害者手帳だと1級、2級の方が対象。それから、知的障害の方だと、療育手帳 2A または、1度、2度の方が対象ということになっております。2023年は5月31日までが受付期間だそうですので、お近くの郵便局などで申請してみてください。ということで、今日は青い鳥郵便はがきをご紹介しました。いいねボタンやチャンネル登録もよろしく。あなちゃんでした。